そういえば今日はケイタ君と待ち合わせしてるんだった。ウィス。人間のお友達と仲良くするのもいいことですね。そりゃあ人間ですからね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さてことで家に帰るのかな。さあ行くにゃん。俺っちの実力を見せてやるにゃん。それはドンヨリーヌということでしょうか。これや、帰ってきたぜ。いやでもこれは入ってすぐにイベントは始まらないな。すいません、ドンヨリーヌさん。やっぱり家から出て行ってくれたりはしませんよね。また来たのね、ジョワン。私はここが気に入ってるの、ジュバン。出て行きなんてないわよ、ボボジョワン。ウィス。語尾が気になって内容が入ってこない。やはり交渉では難しそうです。では力ずくで行くしかありませんね。さあ、今こそ、ジバニアを呼び出すのです。お、行くぜ行くぜ。私の友達、出てきて、ジバニャン。妖怪メダル来たー。プリッチー召喚。プリッチー、オレッチ友達フックワウチー。なんか懐かしい感じ。そんなに、そんなに飛ぶ。頭から湯気が。で呼び出すにゃ。それは自分で調節はできないんすか、高さ。大丈夫、なんかもう体力なくなってそうやけど。ジバニャン、大丈夫。お、起きた。全然大丈夫だにゃ。ウィス。さあ、ジバニャンにドンヨリーヌ戦ってもらうんです。よし。うん、ジバニャン。ドンヨリーヌをやっつけて。やるにゃん。任せるにゃん。これはちゃんと、あれよね、ストーリー仕立てでじゃなくて、ちゃんとバトルがあるよね。ジョバン？やっつけるなんてひどいじゃわん。でも負けないボボジョワン。お、やっぱり。あれか、一番最初のボス的な感じか。取り憑かれたらお払いコマンド。これ 3DS の時はさ、下画面擦る感じじゃなかった？敵妖怪の中には味方の妖怪に取り付いて様々な邪魔をしてくれる者がいます。取り憑かれるとピンチ。まともには戦えません。そこで、まずは冷静にメンバーサイクルを回して取り憑かれた妖怪を後ろに下げてください。そしてお払いです。うまく操作してお払いをしてください。お払いが成功すると状態が戻り、経験値もゲットできますよ。え、お払いの仕方は？よし、とりあえず、セミマル行こう。回せます。え、回せんかったんですけど、撃て、撃てに変わった。しばらくできんかったら、ああいう感じになるってこと。ああ、全然たまらねえ。おぉ。いけい！ミンミン切り！待って、全然ジバニャン表に出てないんや。カチカチ。じゃ、とりあえず、投稿攻撃っす。回せ回せい！回せてる？カチカチ。あ、オッケーオッケーオッケー。いけ！トホホの方。これはどういう効果があるの？攻撃？いまいちちょっとミスー。導きのやつはあれやったけん。お、ジバニャン行こう。百裂肉球やろう。頑張ろう。てて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 て。全然なんか溜まってる気がしない。しかしチャージ完了。頑張れ。百裂肉球。最初のあくびはなんだ。相手の体力とか見えたらいいのにな。見えんのかな。あ、ネガティブーンの技いこう。ゲー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 。回せ回せ。いけ。ネガティブキー。あ、待って、お払いしてってなっとる。あ、お払いこれね。あ、それだけ？あ、間違えた。ベンだ。なるほど。指が疲れるやつや。やっぱりタッチペンがいい。やっぱりタッチペンがいい。これあれやな、意外がぶりが技いける。回せ回せい。これやっぱり真ん中のこの方が、あ、やっつけた。攻撃受けやすいとかあるんかな。勝利ー。イエーイ。ふう、回復してきてよかった。
技レベルアップ必殺技に。ちょっと表示がいまいちよくわかってないけど。私の負けだわ、序盤。ごめんなさいなの、序盤。なんとか勝てた。どうした？どうやらまた別の妖怪が近づいてくるようです。あれやね、この坊のやね。旦那さん。お前、こんなところにいた坊の。なんなの？来た。ボーナ。喧嘩はダメだ、ボーノ。ここまでなんか正反対で夫婦ってすごいね。俺が言い過ぎたほのボーノ。機嫌を直してくれ、ボーノ。しかも、ほのボーノが言い過ぎるとかいうことがあるのか。おー、ほのボーノ。私の方こそ勝手に家を飛び出してごめんなさい、序盤。妖怪に家があるのね。どうやらお二人は夫婦のようですね。夫婦って、え？妖怪にも夫婦とかあるの？うちの嫁がご迷惑をかけたほのぼうの。仲のいい夫婦を見てたら悔しくなって取り付いちゃったの、ジュアン。お詫びにお友達になってあげるわ、ボボジュアン。それがお詫びになるのか。まあ、でも強そう。ほのぼうのはならないの？奥さんが迷惑をかけたお詫びに。どんよりん、友達になった。ニックネームはいらない。どんよりんの情報を妖怪大辞典に登録した。ほら、このボーノはどうなのよ。お。妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。ねえ、君は？強い女は好きよ、ジュワン。いつでも呼んでね、ジュバン。あ、ありがとう。ボボジュワン。それじゃ、また会いましょう、ボボジュワン。バーナ。お騒がせしたボーノ。ならんのかーい。やりましたね。仲直りができたようで何よりですね。それにあのお二人も。平和だ。ラブラブだな。ごめんよ、あんなん怒鳴ってしまって。私の方こそひどいこと言って、本当にごめんなさい。これからはできるだけ家事を手伝うようにするよ。うん、ありがとう、あなた。ご両親、熱々ですね。ドンヨリンが羨ましがるわけです。前の二人に戻ったみたいで、本当によかったよ。何一人でブツブツ言ってるの？うん。てや、見えてないってことは今、ふみちゃんは、壁に向かって話していたことに。いや、なんでもない。よーし、今日はパパが夕飯を作っちゃうぞ。みんなで仲良く作りましょ。ほら、早く手を洗ってきなさい。スーツのまま。汚れるのでは。続く。めっちゃ可愛いぬいぐるみが。足元にクッション置くんやね。わー、よく寝た。ぐっすり眠っていましたね、アイラちゃん。昨日はいろいろと疲れたから。それより、まだいたんだ。失礼して当然です。いかなる時も寄り添ってお世話しますとも。まだいたんだって。帰ることを前提。お世話はいいから、放っておいてほしいな。そういえば、今日はケイタ君と待ち合わせしてるんだった。ウィス。人間のお友達と仲良くするのもいいことですね。そりゃあ人間ですからね。待ち合わせ場所はどこですか？あれ？三角公園だけど、ついてくるの？行きますよ。当然ですとも。そうと決まれば、早速レッツゴー。なんかプルプル震えよる。町の結界を守れ。あ、アイナちゃん。あれ？ケイタくん元気がないね。何かあったの？さっき友達と喧嘩しちゃって、思ってること全部言っちゃって相手を怒らしちゃったんだ。あんなこと言うつもりなかったのに。そうだったんだ。大変だね。きっとまだ河川敷にいるはずだから、これから謝りに行こうと思うんだ。約束してたのにごめんね、アイナちゃん。大丈夫だよ。仲直りできるといいね。携帯とかは持ってない感じかな。ね、持っとったんならね、今日はちょっと無理になった的なことを先に言ってくれれば。ケイタくんが落ち込むなんて珍しいな。普段どんだけのお天気なの。なんとか力になってあげたいけど。なるほど。これは妖怪に仕業かもしれませんね。妖怪がケイタくんたちを喧嘩させたってこと？そうです。私の妖怪羊としての本能がそう告げているのです。よーし。
その理屈はよくわからないけど、ケイタ君を助けてあげなきゃ。ウィス。それなら河川敷に行って妖怪を探してみるのです。ウィス。あ、おったおった。あ、これなんかモヤモヤ。困ったな。どう言えばいいんだろう。思ってることを全部言っちゃうなんて、どうしたんだろう。あの時だけいつもの自分と違って、勝手に口が開いちゃったんだよな。どうも様子がおかしいようですね。バクロバーか。ああ、イラちゃん。真ん中のベンチにいる学生を見てください。あの様子は妖怪に取り憑かれていますね。この近くに妖怪がいるのかもしれません。この辺りで隠れている妖怪を妖怪レンジで探してみましょう。これでは見えんねやっけ。え、レンズ。あれ？あ、おった。びっくりしたわ、見えんのかと思ったよ。はい、バクロバー。バクロバーを見つけた。さあ、これで。ブーブー。もしかして、この妖怪がケイタ君の喧嘩の原因？間違いありません。この妖怪は暴露場。取り憑かれた者は思っていることを全て暴露してしまうのです。まあ。そっか。だからケイタ君は隠し事ができなくなって。気をつけて。アイナちゃん。どうやら次はアイナちゃんを狙っているようですよ。お前のことを暴露してやろうかね。あ、取り憑いた。何を言うの？てかそこの男の子おらんくなったけど。困ったな。考え事をばらしちゃう妖怪なんて。ウィスパーだけでも大変なのに、どうにかできる自信なんてないよ。ケイタ君のことは心配だけど、早くお家で勉強したいな。ひどいですよ、アイナちゃん。でも、真面目だ。いい暴露ができたわい。そうかな、でも結構言い寄る気がするけどね、直接的にも。暴露バーはアイナちゃんが気に入ったと言っています。それって友達になってくれるってこと？ここは戦闘なしやったんやっけ？あ、ぽいね。普通に友達になった。バクロバーと友達になった。ごめんね。泣き声聞いてなかった。バクロバーの情報を妖怪大辞典に登録した。イエーイ。お。あっという間に妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。あと四つ？手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。ケイタ君が喧嘩したのはバクロバーのせいなんだから、きちんと仲直りできるように手伝ってね。バイバイ。任せんしゃい。そこのカップルは大丈夫なん？あれ、俺どうしたんだ。とんでもないことを言ってしまった気が。さっきの話も聞きたかった。え、やべえ、はずいわ。何、告白的な？そんな、どうしよう。ギクシャクしちゃって喋れないよ。もしかしてカップルじゃなくって、ただの友達やったのが告白してしまったとかそういう感じ？ねえ！ケイタくん。あ、アイナちゃん、もしかして心配してきてくれたの？結構な距離やったよね。うん、きちんと仲直りできそう？それが、謝りたいのにうまく言えそうになくってさ、あの時みたいに思ったのも言葉にできたらいいのに。これで余計なことを言う可能性もあるけどね。ねえ、バクロバー。さっきみたいにケイタ君取り付ける？任せんしゃい。ねえ、ヒデポン、さっきは本当にごめん。あんなひどいこと言ったけど、ヒデポンと仲直りしたい。ヒデポン。俺こそごめんな、カッとなっちゃって。名前の方が気になる。ナイスです。どうやら無事に仲直りできたようですね。はぁ、素晴らしきかな友情。雨降って地固まるとはよく言ったものです。元はといえばバクロバーのせいなんじゃ。でも仲直りできてよかった。お、日が暮れてきた。どうやらバクロバーは力が有り余っているようですね。妖力が満ち溢れておるわい。うん、言われてみれば町に満ちる妖気が強くなっているような。怪しい男を見たわい。なるほど。小学校の方から歩いてきたサラリーマンが結界がどうのとつぶやいていたと。それから妖力がみなぎってきて取りつかずにはいられなかったのですね。ベーベー。どんな話やったっけ、妖怪ウォッチ。ウィス。ビビッときましたよ、エナちゃん。バクロバーの力が強くなったのはきっとその結界が関係しているに違いありません。
それを知っているサラリーマン。怪しいことこの上ないですよ。ウィス。彼は郵便局へ向かったようです。行ってみましょう。待って、もう夕方だよ。そろそろ家に帰らなきゃ。おっと、そうでしたね。ご両親に心配をかけるのはいけません。ウォッチの針が夜になったら必ず家に帰ることにしましょう。怪しいサラリーマンは気になりますが、明日改めて探すことにしましょう。まあね、夜に怪しいサラリーマンに近づく小学生って危険すぎるやろ。うん。小学生よね。いまいち設定すらもよく分かってないけど。ウィスパーは浮いたまま寝るのか。ゆっくり眠れましたか、アイナちゃん。ウィス。外はあいにくの雨のようですが、休んでいる場合ではありませんよ。行きますよ。早速ですが、暴露バーの言っていた怪しいサラリーマンを探しに行きましょう。妖怪ウォッチで時間を確認できるようになった。怪しいサラリーマンを探そう。今までは時間が流れおらんかったってことかな。おー、雨降ってる。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあもう、いろいろと車の下とか探したらレベル上げもできるっぽいし、良きかな。もっともっといろんな妖怪と友達になっていきたいね。